花園中央公園は大阪府東大阪市に位置し、同市が所有、整備する都市公園である。南東部を除き恩地川の遊水地となっており、その部分は花園多目的遊水地と呼称される。東大阪市花園ラグビー場に近接する。2015年に以下の施設に関して指定管理者を採用している。2020年10月1日から、 東大阪市を本拠地とするサッカーのクラブチーム FC 大阪を中心とする東大阪開園活性化マネジメント共同体グループが指定管理者として花園ラグビー場を含む公園全体の管理運営を実施することになった東大阪市民美術センター計画面積は三十六点三ヘクタールと広大であり市民の憩いの場の公園として桜の広場 花屋名園などが整備されている他に公園内に以下のような施設がある。そもそもは花園ラグビー場に近接した大阪外国語大学のグラウンドの敷地だったが同校のグラウンドが見直しに移転したためその跡地を東大阪市が払い下げる形で整備されることになったものである。この花園中央公園の敷地内に 近鉄バファローズの本拠地として使われることを念頭に置いた野球場の建設計画が具体化されたことがあった。近鉄球団は1958年以後名目上は自社運営の藤寺球場と日本生命保険所有の日本生命球場のダブルホームスタジアムを取り入れていたが、藤寺にはナイター設備がなく実質日清球場をメインとしていた。しかし、 日清球場はナイター照明の照度が非常に低いことや施設上の問題からパシフィックプロ野球連盟が問題視していた。そのため1973年に藤井寺球場を改修する際、ナイター設備を設置することを盛り込んだところ、周辺住民がナイター開催が騒音につながるとして建設の差し止めを大阪地方裁判所に行ったため、 ナイター開催ができなくなった。この関係でナイターを中心に日清球場の曲がり状態が続いていた。このため、当時、近鉄の監督だった西本幸男は、当時球団オーナーだった佐伯勇に花園に近鉄で球場を作って本拠地にしたらどうでしょうかと進言したところ、いくらかかると思っているんだと建設費用の問題で、 単独での実施は困難として断られたことを後年、10回している。そのような状況を東大阪市が踏まえ、この大阪外大のグラウンド跡地に整備する公園の建設に際し、市の出資で野球場の建設を計画。それを近鉄球団の新しい本拠地にすることを提案した。具体的には以下のような理由が挙げられた。 公園面積が大きく住宅街からも離れているラグビー場とともに野球場が建設することになれば東大阪市のスポーツの一大拠点となる大阪市内からも電車で20分以内であることや近鉄東大阪線の開通も近いとあって交通アクセスの改善も見込めるそのことは1980年10月15日付放置新聞で大々的に取り上げられ 1982年完成、収容人員3万人以上、人工芝、ナイター照明塔などを設置する近代的な球場を作るという概況が発表された。だが、その後、1983年に藤井寺球場のナイター照明塔の設置工事が再開されることになり、この花園球場の建設計画は結果的に幻となってしまった。 近鉄が消滅した9年後にあたる2013年から合併先のオリックスバファローズのファームチームが東急場で年1から2試合の主催試合を開催するようになった。オープン戦を含めた1軍の試合の開催実績はまだない。市内の都市計画公園、都市計画緑地大阪府地図情報システム、大阪府、花園多目的遊水地大阪府花園、 中央公園内の主な施設概要、東大阪市花園中央公園エリア、官民連携魅力創出整備事業の指定管理予定候補者の選定結果について、東大阪市。 https://www.st.higashiosaka.lg.jp スラ000027111と html2020 年8月24日閲覧花園ラグビー場の運営サッカーチーム名乗り他社として管理へ優先交渉権者に朝日新聞 https://digital.asafi.com/.articles/.da3s14438009.html2020 年8月24日閲覧ラグビー聖地花園の指定管理者に J メザス FC 大阪日刊スポーツ2020年8月23日閲覧ウエスタンリーグ公式戦東大阪市初開催 オリックスバファローズ2013年4月26日、日本野球機構2013年6月16日、大阪高校野球大阪大会は7月12日、開幕。朝日新聞。httpww.asaf.com、articles、a s g 5 i 4 r l 4 g 5イプチルチさ3 html2014 年6月9日閲覧。 ありがとうございます。